今私は LRT レクトステーション、伊勢丹前からレポートしています。もちろん伊勢丹閉まってます。ここの伊勢丹は東京にある伊勢丹と、無関係だと思います。全くの別物です。普段は人で賑わってるんですけども、全く人はいません。ホーリーウィーク明けですが全く人はいません。この前の道は、パスポート ID、とかの、書面を申請書面を作ってくれるお店が、立ち並んでいます。すべて閉まっております。中には、フェイクパスポートや、偽造トアランキングカードを、売っている人たちもいます。私も声かけられました。フェイクの、偽造パスポート、偽造 ID、偽造トアランキングカードなど私には必要ありません。当たり前ですけどね。とここが、ケソンブルーバードですか。まっすぐ行くと右手に、キアポチャーチがあります。ここはまっすぐ行くと、私が住んでいるドミトリーに、右手に、あります。ホーリーウィーク明けですけども全くお店は開いておりません。ただ、いつもより人が多いみたいです。ボランティアの人たちがホームレスの方々に、お弁当を配ってます。みんな配給される、配給というかボランティアの方からいただけるのを、みんな待ってるみたいです。ジョルビーオープンしてますね。今一番忙しいのは、フードパンダ、あと緑のトレーナーを着た、グラブバイク、グラブデリバリー、皆さん家に缶詰状態ですので、オンラインショップなんですか、オンラインでオーダーして、デリバリーを皆さん、使っているようです。今一番忙しいのはデリバリーの方々だと思います。今ボス ID ボスと言ってましたけども、まあここはそういう場所です。本当空気は本当に前に比べて全然いいですね。はい、見えない敵がいなければもっといいんですが、猫ちゃんたち休んでます。今私は、モレイタというところを今歩いています。ここはもう学生街なんで有名、大学が、10校以上集まっています。東京で言ったら水道橋あたりになるのでしょうか。お茶の水水道橋あたりだと思います。この辺はあの神田須田町、神田神保町に似ていて、古本屋さん、が結構多いです。ここでも、配給してますね。みんな配給を待っている人たちが多いです。はい、私は外部者なんで、そんなこと言う資格はないですが、ホームレスの方々、
かなり前より増えていると感じます。ただここは、文化区域、文化エリアなので、いわゆる怖い人、なんかいかにも悪い人、危ないという場所ではありません。みんな穏やかな人たちが多いです。ただホームレスの方々は、普段の生活よりも、かなり大変だと思われます。あ、ここも大学の前なので、とても、舗装されたきれいな、街並みになっています。まあ、もちろん閉まってはいますが、モレイタです。お店はすべて、閉まっております。また後で、レポートします。